2500cc の使用を記念することができました。本日は全身の脂肪機能をやっていくんですけども、今回は27歳女性ですね。身長が 156cm で体重が 49.8kg の方の二の腕全身と肩と肩甲骨横と太ももとお尻と膝の脂肪機能をやっていきたいと思います。二の腕ですね、まずは二の腕のところとこっちですね、太もものところ、ここに今全身を一度に脂肪機能するってことをやっております。まずはしっかりとレーザーをかけて脂肪をほぐしていきたいと思います。今回ご紹介しているのは二の腕と太ももの同時の脂肪吸引になりますが、合計で何 cc くらい吸引できるでしょうか。二の腕と太ももの脂肪吸引をした場合の実際の症例写真もご紹介していきますね。二の腕と太もものように全身の脂肪吸引を一度にする場合、ダウンタイムも気になるかと思います。脂肪吸引をした後にダウンタイムを抑える方法もたくさんありまして、ご紹介していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。今回のお客様は、BMI とか、取れる脂肪量とか総合的に踏まえた上で、全身の脂肪吸引ですね、広範囲の脂肪吸引が可能なので行っているんですけども、ちょっと取れる脂肪の量が多かったり、手術前の検査ですね、ダイエットの結果とかがあまり良くなかったりすると、一度に全身の脂肪吸引を行う場合も多いですので、もしもこのように、広範囲の脂肪吸引を希望する場合は、一度ご相談していただければいいのかなと思います。こちらが今回の方の体型に似た太ももの脂肪吸引のビフォーアフターの写真になります。しっかりと内ももに隙間ができて全体的にスッキリしているかと思います。今ですね、しっかりとドレザーをかけたのでしっかりと脂肪吸引していきたいと思います。二の腕の脂肪と太ももの脂肪、それぞれしっかりと吸引していくのですが、その方の骨格の形や筋肉のつき方、脂肪のつき方、すべてを意識しながらデザインして脂肪を吸引していきます。脂肪吸引した後にダウンタイムを抑える方法に関してこちらの動画で詳しくご紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。脂肪吸引した後にダウンタイムを抑えることに関して、施術を受けていただいたお客様がお家でしていただくこともありますが、私たち手術をするドクターもたくさんの工夫をしております。基本的に手術時間が長くなればなるほどむくみやすくなったり出血のリスクが上がったりしますので、早く正確に脂肪を吸引する技術が必要とされます。なので脂肪吸引に慣れていないドクターだと二の腕と太ももの脂肪吸引を同時に施術することができないですし、断られてしまうケースもあるかと思います。やっぱ全身の脂肪吸引ですね、二の腕とか太ももとか一緒にやる場合 5000cc とか吸引できないんですかっていう質問をよくいただくんですけども、 5000cc とか吸引できる人っていうのは体重がやっぱり 70kg とか 80kg 以上の方になってきたりしますので、今回みたいに体重が 49.8kg の方っていうのはどう頑張っても 5000cc とかは吸引できなくて、脂肪吸引で大事なのは吸引量ではなくてあくまでも変化率だと思いますので、どれくらい取れたかってとても気になると思うんですけども、最終的な仕上がりっていうのを楽しみにしていただければ綺麗に仕上がっていると思いますので、ちょっとこちらも参考にしてみてください。今回ご紹介している方は骨格ストレートタイプの方になります。骨格ストレートタイプの方が二の腕脂肪吸引した場合のビフォーアフターはこちらになります。骨格のタイプはストレートタイプ以外に骨格ウェーブ、骨格ナチュラルがあります。骨格のタイプ別の脂肪吸引のビフォーアフターが知りたい方はこちらの動画、二の腕と太ももに関してそれぞれ解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。今終わりまして、大体 1000cc ですね、表側で。こっちの下側は 1500cc 吸引できたので、今ですね、合計 2500cc の脂肪を吸引することができました。今回、二の腕だと
700cc、 太ももだと 1800cc の全部で合計 2500cc の脂肪筋にすることができました。もともと筋肉で脂肪筋についてない方はこのぐらいっていうのが一つの目安なのかなと思います。脂肪筋で大事なのは脂肪を吸引した量ではなくて変化率とか仕上がりだと思いますので、あまり吸引できなかったからといってそんなに心配することはないと思いますので、ダウンタイムちょっと不安になるかもしれないんですけども、しっかりと1ヶ月、3ヶ月、半年待っていただければ綺麗に仕上がってますので、この吸引度っていうのをちょっと参考にしてみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンを押して応援お願いします。何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。